北品氷は中国東北部と河北地方が原産の氷の亜種で野生下においては絶滅が危惧とされている。2007年現在の北品氷の野生個体数は不明であり、5年以上前の国勢調査では約1500匹の野生の北品氷がいたという情報がある。動物園では全世界で約100匹ほど飼育されているという情報がある。生息地域においては 山陸の草原や森林に生息している。植生は肉食で、鹿、野生のヤギ、イノシシや小獣、月子動物などを捕食している。2007年11月22日配信のニュースに、中国の石膏省において、6年でイノシシの数が3倍に増加。ネズミの大量発生も懸念というニュースがあった。それによると2006年の、 石膏小陸性野生動物資源調査報告で、石膏省のイノシシの数が10万頭近まで急増していることが配信されているが、注目する点としては、イノシシの数が増えた一方で、虎や狼、ヒョウなど、野生の大型肉食動物が次第に減少したことが挙げられており、天敵が減少したことが原因の一因とされていた。このニュースにおいては、イノシシの増加は、 イノシシの餌でもあるヘビが急速に減少し、ヘビが減ったことで、その餌であるネズミが爆発的に増え生態系の頂点である、肉食獣の減少が生態系に多大な影響を与えていることも合わせて配信されており、2007年7月には湖南省でもネズミによる大被害が報告されていた。このニュースにおける石膏省の氷は北品氷と思われる。 通常1から2月までにオス、メスが、つがいとなり、発情周期は、約46日続く。妊娠したメスは、ホラー穴、木のホラー、茂みの中などで出産する。出産は、通常2から3頭生まれるが、乳児死亡率が高く1から2匹しか生き残れない。出産後、約10日で、小氷は目を開く。小氷の体毛は柔らかく、灰色がかっている。 また大人の体毛より長くより密集した傾向がある。生後3ヶ月ごろから、親表の後ろに月き狩りを開始し、12ヶ月で単独で、狩りもでき自立できるが、親表とは18から24ヶ月の間ともに生活をする傾向がある。別亜種のアムール表と生息地が近いため、アムール表と北品シナ表はよく混同されているが、別亜種である。学名に、 日本の名前が入っているが日本においては生息しておらず、学名が発表された1862年は、日本では江戸時代にあたり、日本と間違えて記載されたのか、日本経由で入手したのかは不明である。ありがとうございます。